はい、こんにちは、りょうへいです。今回はダイソーとセリアとキャンドゥさんの商品、一つは持ってたらね便利だなっていう商品、こちらをご紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まず一つ目はこちらですね。ダイソーさんの商品で、折りたたみハンガーピンチ付きっていうことで、ジャンコードで、一番初期型の折りたたみハンガーってこういうのだったんですけど、ダイソーさんの新しい方のやつはこういう洗濯バサミみたいな、こういうクリップピンチがついてるんですよね。組み立ててみると、はい、こんな感じで洗濯バサミみたいのをつけてあげることで、靴下を干したりとかズボンを干したりもできちゃうんですよね。タオルを干すのにもすごいいいですよね。で、それとフックのところよく見てみると、だいぶ前のものはここがね何もついてないんで、風とか吹くとポンって飛んでっちゃうんですけど、これは取れないような工夫がされています。で、材質の全体的な厚さが増しているので、このハンガー自体の強度も少しだけアップしていますね。わかりますかね、これ厚さは結構変わってるんですよね。こっちの新しい方が強そうです。だから今から買う人はこちらの方が使いやすいかなっていうふうには思います。はい、お次もダイソーさんのアイテムですね。食品用真空ポンプと食品用真空保存袋2枚組っていうことで、これはそれぞれ100円のアイテムになります。ジャンコード、ジャンコード、はい。で、この商品はまず袋の方は2枚組で、食品用の真空保存袋にはなってるんですけど、衣類を入れておくのにもちょうどいいサイズになってます。衣類用の圧縮袋ってこうやって売ってるには売ってるんですけど、ちょっとね一回りサイズが大きいかなっていう気がするんですよね。なので、もっとコンパクトに抑えたいなっていう時はこっちの方がいいかなっていう気がしますね。ちょっと一回り小さいんですよ。本当にちょっとなんですけど、これだと一回り大きすぎるなっていう感じがして、もうちょっとねコンパクトなサイズが欲しいっていう、そういった時にはこのね圧縮袋非常に便利です。僕はよくバイクに乗るので、こういう下着とか、あと T シャツ1日分の下着とか、そういうものを入れれると、この穴の部分から空気がシューッと抜けていきます。なので、こんな風に押して空気を抜いてったり、こう巻いて空気を抜いてったり、どちらでも空気は抜けていきます。ただもうちょっと効率的に空気が抜きたいなっていう時は、この真空ポンプで空気を抜いてあげます。はい、こんな感じでもう食品のようにパキパキにね圧縮されました。かなり鮮度よく保たれます。これは僕はめちゃくちゃ便利だと思います。ただこのくらいパキパキにはなるんですけど、どうしてもこのねこういうポンプのアクションがあるので、ちょっと疲れるなっていう方はいるかもしれません。まあ合う合わないはあると思うんですけど、このくらいパキパキにパッキングできるっていうのは使っていてすごく気持ちいいですね。で、さらにこの真空ポンプの別の使い道もあって、これ100円ですけど、一つ持ってるとポイズンリムーバーの代わりにもねなってくれるんですよね。まあ、もちろんポイズンリムーバー専用のものをね購入した方が断然安心感は違うんですけど、何も持っていないというよりは、これ一つこのセットをね持っているだけで、万が一虫に刺されたり蛇に噛まれたり、そんな時でも少し吸ってあげることもできますね。まあ、サイズも結構コンパクトなので、荷物の邪魔にもならないかなと思います。はい、お次はこちらですね。ダイソーさんのウォーターバッグ、ジャンコード、 4.2 リッターということで、これが100円で購入できるのはすごいなと思います。まずはここね、マチもちゃんとついていて、ゴム紐にさらにこのプラスチックの持ち手までついてるんですよね。だから最初の状態もそうなんですけど、こうやって小さくコンパクトに折りたたんでおくことができるというのが非常に便利だと思います。で、こういう商品を他のお店で買おうと思ったら100円ではちょっと買えないですよね。ぜひね、防災用品としても一つ持っておきたいアイテムですよね。100円であればまだねこういうもの持ってないっていう方は購入して持っておくとすごく便利だと思います。はい、じゃあ実際に水を入れてみました。水を入れるとこの下のマチの部分が広がって、こうやって自立することができるんですよね。これはいいですね。作りもそれなりにしっかりしているし、万が一穴が開いたとか破れたって言ったとしても100円で購入できて、あのコンパクトさなので、これは防災用にもキャンプアウトドアにもぜひ一つ持っておきたい商品だなと思います。で、開口部の大きさは 34mm ですね。だからペットボトルの蓋とかよりは断然大きいので、水も一気に出すこともできるし、一気に入れてあげることもできるっていう、本当に使い勝手のいいアイテムだと思います。はい、お次はこちらですね。ヘッドライト、 LED ヘッドライトで COB っていうのでね、めちゃめちゃ明るいタイプの
ヘッドライトになります。これはキャンドゥさんの100円の商品です。ジャンコード、これ本当に100円でいいんですかっていう感じなんですけど、早速開けてみたいと思います。でこちらは単4電池が3本必要です。で電池はこの裏ですね、裏の爪をグッと外してあげると簡単に開けることができます。でこの電池入れるところはネジじゃないと開けられないタイプとかがあるので、こういう爪で簡単に開けられるようになっているのは便利ですね。電池交換もこうやって簡単にできます。じゃあ気になる明るさなんですけど、うわめちゃくちゃ明るいで今ちょっと明るいところでやってるんでそんなにあれなんですけど、暗い場所でやるとこんな感じです。はい、これが強のモードですね。強モード。でこれが弱です。弱モード。はい、めちゃくちゃ明るいですね。でこのライトの連続点灯時間、一番強いモードだと3時間で、一番弱いモードだと9時間持ちます。だから普段使う分には、まあ、弱いモードで十分だと思いますね。でサイズがね、これめちゃくちゃコンパクトなので、重量はどのくらいなのかというと 53g ですね。めちゃくちゃ軽いです、うん、これはキャンプにも使えるし、あの一番いいのはやっぱ防災ですよね。これだけコンパクトで軽くて、あの電池交換が簡単にできるっていうのもポイントですよね。なのでまだねライトとかこういうの持ってない方はたった100円なんで、ぜひ購入してみてください。じゃあ次、はい、お次もキャンドゥさんですね。こちらジャンコード、やっとゲットすることができました。アルミ製トライポッド3段ネジ式っていうことで、トライポッドですよね。いろいろ吊り下げることができて便利なんですけど、出してみるとねこんな風にあのケースに入ってます。じゃあこちらの袋を含めた重量なんですが、はい、456g ですね。もう中身は本当至って普通 の、 あのトライポッドで、実際に使うときはこうやってネジの部分を回してつなげて組み立てるだけ、簡単です。でこの先っぽの部分もこのネジになっているので、ネジをつなげるだけ。で実際に組み立ててみましょう。はい、組み立ててみました。上の部分はピンを鎖に差し込むような形で長さを自在に調整できるようになってますね。高さはだいたいこんな感じですね。ちょっと低めの位置でソロキャンプには適している高さだと思います。で長い足はこうやって取っ払っちゃって短くして使うことで、卓上でもこういう LED ライトをポッと吊るしてあげることで、なんかね可愛く使うことができるのかなっていう気がします。ただ材質はこれアルミニウムでできているので、こういうふうにね、磁石のついている製品がくっつくっていうことはないんですよね。そこはちょっと残念です。はい、お次はこちらですね。キャンドゥさんの330円の商品、ポラリスというホットサンドメーカーケースになります。ジャンコード。サイズは約 19.5×18.5 っていうことで、一般的なホットサンドだったらね入るっていう感じのサイズですね。実際にホットサンドメーカーを入れてみるとこうなるのか。でなんでここ開いてるのかなと思ったんですけど、こういう向きでも入れれるよってことなんですかね。こう、この向きの方がしっくりする感じもあるけど、入れやすいのはこっち側から出してあげる方が入れやすいですね。これなんでなんだろう。写真を見るとこうなんで、入れ方としてはやっぱりこっち側から入れるのが正解みたいですね。こんな感じ、写真を見る感じではこうやって入れるのが正解みたいですけど、まあどっちでもいいのかなっていう気がします。なんでここ開いてるんだろう、なぜここがね開いてるのか分かった人はぜひコメント欄で教えていただければと思います。他にもこういうたい焼きメーカーみたいなの持ってる方いると思うんですけど、これはね入らないですね。もうちょっと大きかったら入ると思うんですけど、これは入りませんでした。でホットサンドメーカーって使わないで出しっぱなしにしといたりすると、あのやっぱりホコリついたりしちゃうので、こういうケースがあるといいですよね。で耐熱仕様にはなってないので、しっかり熱を冷ましてからしまうようにしてください。でこのポラリスっていうの、最近なんかキャンドゥさんこれ流行ってんですかね。前にもなんかマッティとかムッティとかっていう、そういうなんかクマみたいなロゴのやつあったと思うんですけど、それの次のシリーズがこのポラリスみたいになるんですかね。デザインなんで好き嫌いあると思うんですけど、僕はあんまりこのデカデカと文字書くのあんまいらないですね。もうどうせならもう真っ黒でドンドンみたいなね、何もこういうの書かない方がね、僕はデザイン的にシンプルで売れるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょう。じゃあ次、はい、お次の商品はこちらです。圧縮ソックス、ダイソーさん100円の商品になります。ジャンコード。
で、これ前からね、何足も持っていて、紹介しようと思って、まだ紹介できていなかった商品になります。これはね、もう夏のあたりに出てましたよね。で、これめちゃくちゃ使えるので、紹介させていただこうと思います。直径は45ミリ、高さは20ミリ、で重量は21グラム。っていう感じでね、めちゃくちゃコンパクトにされています。なので、このままね、カバンに一つ入れておいてもいいし、バイクに乗ってる方であれば、もうサイドバッグとかにね、一個ポンと入れておくだけでも、全然安心感違いますよね。で、開けてみると、ギチギチに圧縮されていて、くるくるーと転がしていくと、姿形を表すと。はい、履いてみるとこんな感じですね。で、生地自体はね、結構薄いんで、冬場はあれですけど、夏はね、結構蒸れにくくていいんじゃないかなっていう感じです。で、これ一回履いたら終わりかなって思うじゃないですか。これ実は何回も履けます。普通の靴下と同じように何回も履けるんです。これがね、いいなと思いましたね。といっても、そんな耐久性はないので、こういうほつれとかはやっぱり出てきちゃったりするんですけど、洗濯して何回も履けるっていうのはありがたいですよね。ただこうやって一回出しちゃうと、また最初みたいに小さく圧縮するっていうのは難しいんですけど、もともと生地が薄いので、ここまでね、くるくる丸めるだけでも小さくなります。使い終わった後もコンパクトに収納して持ち歩けるので、買って損のない商品だと思います。はい、これが最後の商品になります。最後はダイソーさんの100円の商品で締めくくりたいと思うんですけど、コードクリップっていうので4個入りのものになってます。ジャンコード。ジャンコードで、これ小さい方と大きい方になるんですけど、小さい方が幅 1.5 の長さ 6.3 で、大きい方は幅が2センチで長さが 7.5 センチっていうことで、これね、コードをまとめるだけかなと思いきや、いろんな使い方ができるっていうので、ちょっとね、やってみたいと思います。まずはこういうね、コードですよね。イヤホンとかのコード、こうやってぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、ただこのコードクリップがあれば、こんな風に綺麗にコンパクトにまとめておくことができます。他にもこういうシェラカップにこうやってつけることで、持つ時にね、なんか指触りが良くなるっていうのと、ロープをここに通すことで向きを変えて収納することができます。あと自分のシェラカップだっていうのがこのマークでわかるようになるのでいいですね。他にもこういった袋とかを引っ掛けるところにパチッと留めてあげれば、ぶら下げて使うことができるので、ゴミをこの中に入れたりとか、何か収納しておくものをポン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 入れたりもね、することができます。で、ちょっとね、邪魔になるマスク、こういったものもカバンの紐とかにね、キュッとくくりつけておくことができます。で、あと他にもこういう小さくてなくしそうなものの目印としてピッとね、こういう風につけたり、あとロープをね、くぐらせておけば紛失防止にもなるし、自分のライトだよっていうのがわかるっていうね、目印としても使えますね。で、これ合皮でできてるんですけど、デザインが落ち着いた色合いの材質なので、ランタンの持ち手の部分にこうやってワンポイントとして簡単なカスタマイズに使えそうですね。というわけで、いろいろ使えるコードクリップ100円で買えるので、もし気になった方はぜひダイソーさんに行って見つけたら購入してみてください。ちなみに色違いで黒色もあります。はい、というわけでいかがだったでしょうか。もうね、たくさんの商品まとめてご紹介させていただきました。どれも使える商品ばかりで、価格も100円のものが今回たくさんありました。まだ持っていなくてね、気になる商品があった方はぜひこれを機会に入手してみてください。というわけで、今回の動画もしよかったという方はグッドボタン、チャンネル登録いただくと嬉しく思います。で、参考になったよとかのコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日も最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。したっけ。